さあ始まりました朝たん特集、ズームでインタビューしてみた第6回目です。よろしくお願いします。お願いします。私朝たんプロデューサーの加藤と朝たん新人記者の佐伯がお送りいたします。はい、さて先に朝たんとは何かっていうところからお話をしてもらってもよろしいでしょうか。はい、旭川で27年続いたフリーペーパーなのですが、そのフリーペーパーが昨年11月に旭川および周辺エリアに特化したウェブメディアとして昨年スタートしたキュレーションメディアです。地域にまつわる情報をそこに暮らす一般の方々をキュレーターとして、地元だからこそ知り得るローカルの視点から切り取った情報をユーザーにシェアする新しいスタイルは、スタートから半年で早くも月間40万 PV を超えるメディアに成長しました。そうなんですよね。はい。ありがとうございます。そうなんですよ。もう旭川市とね連携してコロナの最新情報を届けたりとか、いろいろ市民の方にも使ってもらえるメディアになりたいなと思って頑張ってやっています。はい、ぜひ見てみてください。はい、お願いします。そんな朝たんなんですけども、現在コロナや社会情勢が目まぐるしく変化する中で、今後の旭川の未来をさまざまな方にインタビューするということで考えたバラエティ企画なんですけども。さて佐伯くん、今回第6回目になりますが、ゲストはどなたなんでしょうか。はい、昭和26年創業、北野印刷屋さん成瀬印刷代表の成瀬和之社長に来ていただきました。では成瀬さん、お願いします。お願いします。はい、こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。有限会社成瀬印刷代表取締役略成瀬和之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、皆さんこんにちは。北海道のスカイツリー、成瀬と申します。49歳でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、急なお願いにもかかわらずお時間誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。貴重な時間感謝してます。ありがとうございます。成瀬社長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。成瀬さんなんですけども、私の古くからの友人がですね、旭川といえば成瀬さんだからぜひインタビューしてくださいということでご紹介を受けまして、実は今日初めましてなんですけども、はい、Facebook の方では先に申請をさせていただきまして、はい、ありがとうございます。結構共通のお友達が実は結構いたんですよ。そうですね、はい、結構個性的なメンバーが多かったので怒られるかな今日は本当にお会いできるのを楽しみにしてましたんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、実はですね、今回コロナウイルスの影響でいまだかつてない状況に我々は直面しているんですけども、まあ、今後の新型コロナウイルスとの向き合い方とかですね、自粛後のアフターコロナに対する前向きな考え方をウェブメディアとして一番早く伝えていきたいなと思いまして、さまざまな方にインタビューをさせていただいているんですけども、まさにこう経営とか運営とかですね、かなり長くご商売をされていると思いますので、その中で今いろんなことをジャッジされているのかなと思いまして、そのあたりをお伺いしたいんですが、どうでしょう。はい、ありがとうございます。まずコロナに関しては、やはり収束というのはまだまだ先だと思ってるんですね。その中でこれから第2波第3波が来るというところで、僕 Facebook とかにも上げてるんですけど、こういう社内にですね、ガイドラインというのを作りまして、何かが発生したらこういう手順でっていうのを、共通言語ではないですけど、社員一人一人一冊ずつ持ってますので、これに沿って、何か発生した場合は行動するっていうふうにしていたりですとか、あとは会社としてはやっぱり今後コロナと共存していく中で、どういう取り組みをしていくかっていうのを今社内でどんどん新しいアイデアですとか新しいビジネスモデルなどをどんどん考えてやっているところだったりもします。すごいもうすごい早速ね、いろいろ進められているところもお伺いできたんですけども、そのあたりなんかもこう、はい、若手ではあるんですけども、佐伯くんの方がインタビューさせてもらってですね、ぜひ朝たんの記事にさせていただきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。では成瀬さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。私はまだ若手のライターなのですが、成瀬さんの情報いろいろ調べさせていただきまして、様々な活動をしていることが分かりました。
一番気になったのは元気プロジェクトという活動を目にしたんですが、実際どのようなものかお聞きしてもよろしいですか。まあ、はい、ありがとうございます。元気プロジェクトはですね、2016年の10月に立ち上げた、特に会社でも組織でもない、まあ、あのものなんですけども、町を元気にしたいという思いから、まあ、元気プロジェクトという名前をつけて活動をしたんですよね。で、あの僕思ったのが、そのこう有名な講師の方ですとか、こう本州の講師の方、札幌までは来るんですけども、なかなかこう旭川まで来ることがないという部分で、まあ、何かこう旭川に来ていただいて、新しい情報に触れていただいて、人がこう変化したり成長したり、そういう何かのきっかけで、どんどんこう人が変わっていったらな、それがイコール、まあ、将来長い目で見た時に、地域が活性化につながるんじゃないかなと思って、毎月1回あの講演会ですとかイベントを開催しております。実際どんな方が来られたりしてるんですかね。今まではですね、まあ、僕主催ではなかったんですけど、一番大きな去年の9月に大島圭介さんが来られて、まあ、それのお手伝いをしたりはしたんですけども、あとは本当こう僕がこう東京でいろいろあったこう先生方にですね来ていただいて、旭川で情報を伝えていただいてるっていうのが、まあ、週でしょうかね。来ていただいたお客さんの反応とかってどうですかね。実際そうですね、やっぱりあの聞いたことない話がやっぱり圧倒的に多いので、あ、そういう考え方もあるんだ、そういうやり方もあるんだっていうふうにやっぱり言われる方が多い感じがしますね。いいですよね、いろんな話が聞けるの。そうですね、あのこうなかなかこうなんていうんですかね、情報って世の中いっぱいある中で、まあ、どれも正しいとは思うんですけど、やはりその人に合ったやっぱり情報だったりもすると思うので、まあ、合わない人は合わないでしょうし、合う人は、あ、この考え方はもうマッチするっていう方はマッチして、その考え方で取り組んでいけばよろしいと思いますし、まあ、いろいろ様々だと、ね、人それぞれ価値観いっぱいありますので、はい、その中で何かのきっかけでその人の成長につながればなというふうに思ってます。これ独自でやられてるんですか、そういう講師呼ばれたりとか。そうですね、はい、すごい。僕一人、あ、まあ、一人というかもう一人スタッフいるんですけど、はい、あ、そうなんですね、はい、なんか実は朝田の方も今ライターさんをいろいろ募集したりしてるんですが、うん、将来的にそういう東京とかでちょっと話題のライターさんとか、なんかそういう方をゲストで呼んでみたりとかしていきたいななんて思ってたので、今度ご相談乗ってください。あ、よろしくお願いしますえ、印刷事業からウェブ制作事業まで展開というのをホームページで拝見したんですが、実際朝タンフリーペーパーからウェブ媒体に移行するにいろんな問題があったりして大変だったんですけれども、イメージとして結構真逆な業務にも見えるんですが、そのあたりどうでしょう。そうですね、まあ、紙媒体アナログとデジタルという部分でなんかこう結構真逆のように見えるんですけど、実はやってる内容ってなんか延長線上にはデータ的にその紙に印刷するのかウェブに向かっていくかのだけであって、あとはそのデータをどのようにその活用していくかっていうだけの話なので、弊社としてはそんなにこうウェブの方をやり始めるにあたってはそんなに違和感なくスタートができてるのかなというふうにも思います。スムーズにできるコツとかってありますか。どうですかね、まずできないっていう前提持たないことでしょうかね。やっぱりチャレンジしてトライアンドエラーを繰り返しながらやっていくことが大事なのかなというふうに思います。やっぱりやってみないと分かんないことたくさんありますよ ね、 そうですね、はい、最初からできないって決めてしまうとそこで終わってしまうので、はい、まあ、まさに本当ね、ウェブ業界はトライアンドエラーがすごい大事だと思うんですけど、なんかこうね、出版とかだと出してしまうとなかなか手がつけられないというか、回収しなきゃいけなくなってしまうんですけど、ウェブだと失敗してもすぐ直せるという利便性はありますよね。そうですね、はい、それはあると思います、はい。さて、そんな中現在コロナがまだ収束してはいないんですけれども、実際成瀬さんの業務でどのような影響がございますか。
まあ、弊社はまあ印刷業なので、まあ、紙媒体なんですけども、やっぱりこう人が動かないイコール消費がやっぱり生まれていないので、弊社はそのなんていうんですかね、こうリピート率のある印刷物が多いんですね。なのでそのお客様が動かなくなると、その商品もやっぱり消費が減るので、リピート率が長くなってくるイコールオーダーが入ってくるタイミングがずれていくので、まあ、必然的に売り上げがちょっと下がるという今状況が感じはありますね。なかなか大変な状況ですよね、ということになると。そうですね、まあ、直接そのイベントだったり、なんていうんですかね、チラシをガンガン印刷する会社ではないので、そういった意味では直接的な打撃はないんですけども、本当間接的な部分で、ちょっと苦しんでる部分はありますけども、実際にコロナの後にちょっと対応とかってありますか？対応といいますか、やはりまずコロナに関しては映らない映さないっていうのをやっぱり、映ったり何か会社内で一人でも出るともうやはり活動停止しなきゃいけなくなっちゃうので、我々製造業的にはやはり印刷機を動かさないと物が作り出せませんので、そういった意味では絶対映らない、そしてもしまあ映ったとしても映さないっていう意識を強く持っていこうというふうに、みんなとまあ話したのと、あとはそのまあいろいろね、国の助成金とか活用しながらも、その今後オンラインがやっぱり主流になってきたりするので、うまくお客様のご提案をするそのオンラインの中でうまく助成金を使った、まあ、ご提案ですとか、そういう部分を今後増やしていこうというようなことを社内では検討してます。まさにこう助成金とかも今いろいろ出てますけど、なんか注目してる助成金って何かありますか？そうですね、なんかいろいろありすぎてなんですけど、まあ、自社というよりもやっぱりお客様、困ってるお客様に対してやはりこうその困ってる中でやっぱりニーズがあるので、そこでうまくいろんな助成金をこうくっつけながら、お客様のなるべく負担をかけないものにしつつ、やっぱり良いものを提供し、お客さんに少しでもこう喜んでもらうっていうのが一番いいのかなというふうに思います。そうですよね、なんか印刷業だけじゃなくウェブとかもされているので、なんかその IT の助成金だったりとか、選択肢って多分いろいろありますよね、今は。はい、ありますね。すごい、そういうのもご提案しながら多分クライアントさんに動かれてるのだろうなと思いながら今ありがとうございます本当僕去年の10月にもう一社その合同会社なんですけど立ち上げて、まあ、そっちでウェブ関係やってるんですけど、やっぱりウェブの需要がやっぱりかなり年明けてから、インターネット使う時間がすごい皆さん多くなって、やはりホームページがないとかあるけど更新してないとか、っていうのがなんか話が多いですね。いや本当ですね、今朝刊の数字を実はずっと見ながら考えていて、毎週予測しながらこういう記事を出していこうというふうにね、いつも佐伯君ともみんなとも動いてるんですけど、なんかコロナになってから急激に実は朝刊のアクセスも伸びたんですよ。あ、やっぱり、はい、多分他のクライアントさんとかもそうですけど EC に特化していったりとか、少しずつそのそれこそ井上さんとか Y 貢献の上の社長とかにもインタビューしたんですけど、EC を使ってどう売っていくかとか、皆さんやっぱり少し違う発想というか、まあ、コロナきっかけでそういう違う展開だったり、そのインターネットを使うっていうところがお客さんも含めて意識が変わってくる部分なのかなと思いながら今やってはいるんですけども、結構やっぱ需要はありますよね、はい、そうですね、今はあると思いますね、なんか、そうですね。そんな中、今徐々になんですが、経済活動など自粛から少しだけ動きが変わってきたと思うんですが、今後のコロナとどう向き合っていくかなど、現在の成瀬さんの持つイメージなどを教えていただけますか？まず前の状態には僕戻るとは思わないんですよね。やっぱりワクチンですとか特効薬が出ない限り、やはりこの 1,2 年というのは共存、新型ウイルスと共存するっていうのがもう
大前提になるのかなっていう、そういった部分でこう世の中、今までの世の中はこう人を集めて商売をするスタンスだったんですけど、それがやはり少し変わっていく、お店がね30席あったのがソーシャルディスタンスで一つずつ席を外さなきゃいけない、15席になると必然的にやっぱり売り上げも下がるじゃないですか、まあ、そういった中でどう今後、展開していくかっていうのはやはり非常に何て言うんですかね、重要な部分だったり、だからこそそこにいろんな提案をしていくっていうのが大事なのかなというふうに思ってます。現在その印刷とかもウェブの会議とかで納品したりするんですか？印刷の部分で印刷だったりとか、依頼ご依頼のお客さんのご依頼に対して、例えばこういう Zoom を使って打ち合わせをしてとかっていうの増えたんですか？そうです、そうです、Zoom が多いですね。先月末に納めたお客さんもやっぱり旭川ではないんですけども、やはり Zoom でずっとやり取りしながら最終的に、月末に納品したっていうスタイルですね。実際その成瀬さんのビジネスモデルというかご商売でこういうインターネット会議ってどういう印象ですか？だいぶ慣れてきましたけど最初こうなんていうんですかね、こう自分の熱量っていうか、俺こうなんだよみたいなこの熱量がこういう画面を通してって伝わるのかななんて最初思ってたんですけど、でもこうスピーカーとかこういうイヤホンを通してその人の言葉を聞いていると、その 100% じゃなくても、なんか伝わってくるものあるなっていうのはなんか最近すごく感じますね。いやそれすごく同じ気持ちで今いるんですけど、なんかね、前だとウェブ会議でどうですかなんて提案しても、いやちょっと直接来てよなんて言われること多くて、動いてたんですけど今なんかもしかしたら Zoom でも今後いいお客さんも出てきたり、お互いそういうところで時間を節約する方法として今回違う武器が手に入ったんじゃないかななんてちょっと思ったりしたんですけど、そうですね、本当変な話、交通費とかもね、その現地まで行かなくても費用も節約できるので、そうですね、1回だけはね、こうあった方がいいのかなとは思うんですけど、そうですね、その後の打ち合わせはもう全然このZoomでありだと思いますね。そうですよね、だいぶスタイルが違うんですね今まで。そうですね、今まではこう何回もこう足を運ぶっていうケースがやっぱり多かったので、そういった意味ではガソリン代とか本当電車代飛行機代とか、そういった部分ではだいぶ節約になると思いますね。そういうメリットも出てきますよね。そうですね、でも本当加藤さん言ったやっぱり時間ですよね、僕も時間がすごい長く使えるようになるなというふうに思いますね。いや本当それはそれこそ出張とかがちょっと減ると家族と過ごす時間が増えたりとか、なるほど、そうですね、若干違うところにね、時間を使い方がちょっとだけ変わったような気もするのは、良くないけど良かったなみたいな部分もねありますよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろいろ今日はお話を聞かせてもらったんですけど、最近は成瀬さんのお話を聞いてどう思いましたか？すごい、私経営とかもちろん携わったことはないんですけど、すごいお客さん第一のことを考えてらっしゃるなっていうのを話を伺って思いまして、お客さん第一だからこそその社員のために冊子作って予防したりですとか、そういった先を読んだなんか行動とかが本当にすごいなと思って、また経営には携わることないと思いますけど、すごい参考になる部分いろいろあったので、すごい勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます冊子がね、なんかさすが印刷屋さんというわけじゃないんですけどそうですね、やっぱそう予防も含めてですけど、他の会社さんと違う発想とね、その行動力というか、僕なんても思っててもそんな渡したりは一切してないんですが素晴らしいなと思って見ておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後に皆さんに聞いていこうと思っているんですが、あなたにとって旭川とはどんな街ですか？私ですか？はい、ですね、どんな街、なんかこう、僕の勝手な主観というかあれですけど、なんか温かいというか、
みんなでっていう意識が強い街なのかな。で、あのすごい点の集まりだなって僕思ってて、もっともっとこの点の集まりがこう面になったりとかつながっていくことによって旭川ってもっともっと活気づく街なんじゃないかなっていうふうに思っていて、それがまあどのタイミングなのかは分かんないんですけど、なんだろう、すごい可能性のある街だなっていうふうには感じています。なんか何もない街とか言われがちですけど、結構よく見てみるといろんなことありますし、人も優しいのでもっと広めていきたいですよね、そういう部分。そうですね、なんかね、ありがとう。皆さん結構ね、何もない街だって言うんですが、僕行くとなんかいろいろあるなと思うんですけど、なかなかやっぱり現地にね住んでる方ってこうもう見慣れてる部分もあったりとかするから、やっぱりそういう表現になっちゃうのかなって、僕も多分もしかしたら何もないっていうかもしれないし、でも加藤さんみたいな意見が貴重ですね。いやいやいや成瀬さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。私たちももっといろいろ取材してどんどん旭川の情報を発信していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ぜひなんかあの少しコロナが明けてお酒でも飲めるタイミングがあったら、あの、はい、友人と共に行きますんで、ぜひぜひご一緒させてください。こちらこそよろしくお願いします。今日は本当お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲスト、ありがとうございました。北野印刷屋さん有限会社成瀬印刷代表取締役の成瀬和幸さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。サタンで取材に行かせてください。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。